皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは信念を持つというお話をしたいと思います。信念を持つっていうのは、どういうことなのかっていう話なんですけれども、そうですね、自分の中でこれは譲れるけれども、これは譲れないとかっていうものがおそらくあると思うんですよね。それは例えば職業選択の部分においても、そうですね、私の場合の職業選択の、信念というかポリシーがですね、人に喜ばれる、ありがとうと言ってもらえる仕事をするっていう、サービス業系の仕事がもともと好きなので、そちらが一つの私の、職業選択の基準になるわけなんですよ。で、当然幅広く考えればですよ、全ての仕事は人に感謝をしてもらえるために、人のために働くっていうことで働くっていう字っていうのはねあったりするようなんですけれども、私は直接にこうダイレクトに手応えを感じたいタイプなので、そうすると基本やっぱりサービス業が主体になっていきますよね。なので例えば旅行業だとアレンジ手配をするとか、あとは建築業とかインテリアコーディネーターだったんで、住まいの、お悩み事とか、そういうのを聞きながらそれを反映するいい暮らしをしてもらうための提案をしていくっていう、これもサービス業ですよね。で、あとは、そうですね、ブライダルの方のバンケットプロデュースの方っていうのも、結局そのどんだけ式が美しくてっていうか、新郎新婦がお喜びになるようなね式を演出して、でやっていただくためのアイテムの貸し出しをする仕事だったんですけれども、そちらの方もトータルプロデュースっていうことで、喜んでもらえるようにお仕事をする。パンをこねる機械の、営業はちょっと異質 でしたけれどもね、それによって劇的に例えばパン作りが楽になるとか、そういったこうより楽しい食生活パンライフを送ってもらうために私の仕事とかってあったりしたわけなので、全ての職業がそういう基準で選ばれているし、実際に独立した後とかももちろんパン教室とかもやっていたし、あとコンサルタントも当然やっているわけなんですけれども、その段階においてはこういう仕事はやるけれども、こういう仕事はやらないっていうのは私の中ではっきりした基準っていうのを持っていて、でそのはっきりした基準っていうのがさらに、独立をするのであればないしはしたからこそ、この基準に沿ってやるというふうに、決めることができるわけなんですよね。ということはその信念に従った仕事をするというのは、逆に言うとそれ以外の仕事を排除するないしはしないと決めるっていうことも必要になってくるわけなので、最近いろいろと、クライアントさんのですねお話とかを聞いていると、その信念というか軸がですねやっぱりずれてる方、揺らぐ方が結構多いなというのが私の最近の印象なんですよ。お話伺ってて揺らぐとどういうことになるかっていうと、これはやってるんだけれども、これもあれもこれも手出してみて全てがうまくいかないみたいな。で、手出してみるのは、全然いいんですよ。私もいろんなこと手出すのでね。ただそれはその信念とか軸に基づいた横展開のためにやってるのかやってないのかっていう話ですよね。もしそれがその伸ばしていきたい自分の信念の横展開が増えてってる内容であれば何ら問題ないです。でももしもそうじゃなかった場合には広げるだけ、時間とお金が無駄になるので、その判断基準が信念になるんですよね。自分はこれをやる、こういうことをするために今私はやっているっていう揺るがない軸ですね。私の分かりやすい揺るがない軸は人に喜んでもらう仕事をするっていう、サービス業に近いところです。だから結果として違う人を喜ばせる、私は苦手だからその仕事を、尊敬はしています、だけれども自分は苦手っていうのは、例えば右から左に物を動かすだけの仕事とか、これは苦手です、飽きちゃうからです。例えば A の地点にあるの B に置くとかね、だって機械だってできますよね、そういう仕事っていうのは。で今後、10年でなくなっていく仕事とかいっぱい出てましたけれども、そういう仕事は要は人間じゃなくてもできる、テクノロジーが発達してきているので、
人間でなくてはできない仕事っていうのをやはり やりがいがあって面白いなっていうふうに思うんですね。まあ、営業なんかはまさにその一個ではあるんですよね。機械とかはおそらくロジックでデータを使ってこういう決まりやすい人に対してどうアプローチするっていうのは多分計算できると思うんですけども、人間、人には心があり、まあ、感情があり思いがあるので、まあ、逆に言うと今はそこをきちんと組んで読み取ってアプローチができる人っていうのが、まあ、重宝されるのかな、営業としてというふうに思うんですね。で、まあ、何をやるにしてもですね、その信念があるかないかっていうのは非常にこう大きなポイントになってくるので、それがたとえ教室業であっても何であってもその軸がぶれちゃうと、教室のスタイルそのものもそうですし、ご自身の生き方ですね、生き様とかそれもグラグラしちゃうから、外から見ててこの人ってどう何をしたいんだろうっていうのがね、分かんない人って結構いるんですよ。だから、いや信念なく生きてますっていう方はもうこれ以上聞かなくていいです。何かそういう確固たるものがあって独立会議をしたいないしは教室運営をしたいっていう人はその信念に沿ってやっていった方がいいと思うし、自分が実はそれを持ってるんだけど、あ違うとこ手出しちゃって違う動きをしちゃってるなって思う方がいらっしゃったら、そこは、たまに自分を点検して、軌道修正する、そういうことも必要になるんじゃないのかなって思います。なので教室を長くやってるといろいろな案件とかいろんなこととかね、誘惑的なものも出てくるんですけれども、自分は本当は一体何をしたいのかっていうのをたまにぐちゃぐちゃになってきたらシンプルに問いかける必要もあるんじゃないかなと思って今日はそんな話をしてみました。よかったらご参考になさってください。それでは。